埼玉県立越谷総合技術高等学校は埼玉県越谷市にある全日制男女共学の県立高等学校。通称、略称は、越層、層儀、または、KSG。普通科の学校とは違い、各学科で専門的な知識を学ぶ。卒業後の進路は就職が多く、就職率も高い。また、それら進路の関係で、 一般企業から人事担当者が多く来訪しているため、印象を損ねないように配慮していることなどから、拘束は厳しい方であり、中でも、頭髪、服装については、特に厳しい。また、同じ理由により、来訪者への挨拶をすることが強く勧められている。電子機械化電子機械化は、電気、電子や機械についての学習を主に行う。旋盤や溶接といった、 工作機器の使い方から一般的な家庭の電気配線、マイクロコンピュータを用いたプログラミングなども行われる。また、それら実習を行うために必要な知識的授業も多く行われている。情報技術科情報技術科では主にコンピュータをハード分野とソフト分野に分けて学習していく。ハード分野では電子工作などの実習が行われる。ソフト分野では 一年から二年次にかけて、新言語による通期プログラミング実習が行われ、三年次になると、就職希望者と理系以外の大学や専門学校への進学希望者向けに Java 言語の選択授業も行っている。一般的に毎年数名、メディア系の授業も行われると思い入学してくる生徒がいる。しかし、実際には、メディア系の授業は、比較的あまり行われない。 ただし、三年人になると選択でソフトウェア技術という科目があり、そこではメディア系を学ぶことができる。流通経済科流通経済科では主に実践的な経済の授業が行われる。後期の情報処理科との区別があまりつきにくいが、一般的に情報処理科と比べると実践的な接客などを行うことが多い。情報処理科情報処理科ではコンピュータを用いた 事務処理などを学ぶ。外部の方から見ると、前期の流通経済化、情報技術科との区別がつきにくい。情報処理科ではコンピュータを使った作業を多く学び、ベーシックなどを用いたプログラミング実習なども行われる。情報技術科のようなソフトウェアの作成やパソコン内部の構造理解など、工業的に情報を扱うことはない。復職デザイン科復職デザイン科では、 服飾造形やデザインについて主に学習する。特に実践的な実習も多く、他の学科と比べても課題が多い。また、3年時には1年間を通して自らで服の制作、構成、モデルなどを務めてファッションショーを作り上げる。食物調理科食物調理科では主に調理方法や栄養、食材などの学習を行う。 食物調理科の一番の魅力は卒業と同時に調理師免許が取得できることである。これは公立の高等学校では珍しく、県内各地から生徒が集まってくる。社会の優位な形成者として人格の完成を目指すとともに、産業経済の変化に対応できる、健康で明るくたくましい、創造性豊かで柔軟性を備えた人間性に富む産業人を育成する。 2002年7月31日、埼玉県立入マ高等学校にて行われた、同校柔道部下記号道合宿中、女性顧問に、体落としで投げられた1年生女子部員が、背中から落下し、急性項膜下血腫による、外傷性遷延性意識障害で以降、要介護の寝たきり状態。実験番号平成20年、第2466号。 東京高等裁判所埼玉県に1億円賠償命令高校の合宿事故は過失共同通信。ありがとうございます。